てん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 みたいになってるもんな。もういいかーです。そういうことですね。なんじゃそりゃ。はい、というわけで、はい、本日もやってまいりました音楽実験室の時間です。イエーイ。今日はどんな無茶ぶりをされますかと言いますと、はい、3のつく小説、うん、3の倍数の小説で、うん、バカになるシャルルを歌っていただきたいなと思います。おーい、まず伝わんない。鍋やつ的なね。そう、鍋やつ3、そう、456的なやつですね。ゆかりがありますので、アーニーフロックス、ね、まあそうね、動画は、まあ、気になる人は前の動画を見てくれ。概要欄最初で、はい、3がつく小説123、うん、で3の倍数123と456789121213151516も、あ違う、16はない、そう1818、なるほど、21、13も3がつく、あ、そうそうです。なんで30小説目からはずっとバカ。なるほど、わかった。10小節間バカ。まずはじゃあカラオケ音源作ってきました、ね。テラ君から送られてきたやつをじゃあこれを聞いてみます。聞いてみましょう。はい。ね、明るく。明るく。無理だね。サビさん、マリオのスタートだときみたいな。スタートね。てん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 的なね。この、てん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 みたいになってるもんな。確かに。めっちゃブーストしてくれた。確かに確かに、そう。そうだね。すごいね、これはね。無敵になりますよ。これはすごいね。はい。プラス4。プラス4になります。なるほど。はい。では。ちょっとやって、ね、やらせていただいて、うん、はい、で、できたらちょっとこうバッと歌うという感じですね、はい。まあ、プラス4キーのメロの感じをまず覚えていただいてもいいですし、そうですね、まあ、じゃあいつもやってるようなやつを上げてみたいな感じかな、うんうんうん、頭がこれでしょ、いいよーで、笑ってがこれでしょ、これ今やってるけどさ、もうさ、ハモったとこから覚えてたからさ、元のラインがどうとかあんまり、あ、そうなんだ、な、確か分かんない、な、でこれカーだけさ、うん、もういいかみたいな感じ、カーみたいな、そういう感じですね。もういいかーってことじゃない、もういいかーです。そういうことですね。で、バカっぽい、バカっぽい、それでいつか深い青で、もういいかー、それに出したのならどうだろうが終わったね。ツイッターでも面白い感じに映りそうですね、この動画は。お、いいじゃない、じゃあ嬉しいね。全然余裕ない人でもいいね。全然余裕ない、全然今心にしてなかったよ、テラ君のことが。どっちのコーラスだったっけなと思いながら変更してたわ。キー上げバージョン、いい感じですか。お、そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ、笑って、はいはい、空っぽでよ、それでいつか深い青で満たしたのならどうだろう、こんな風に悩めるのかな、
はい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 、すでにこのキーのシャルルが聞けただけでもなんかお得感ありますけどね。これをスイッチすると音の距離感みたいなやつの当たりがあってこうあのキーチェンジした場合ってその距離感的になんか数学的にイメージをあれしてるんですけど X 以外何も分かんないみたいな感じでうーんいいなイライラ笑い合ってさよならか僕描いてた日々を語って語って夜も暮れいがみ合ってきりがないないないな笑い合ってさよならなんじゃそりゃなんじゃそりゃ分からんなもうこれはな自分の中にカラオケの機械入れてるみたいな気持ちになるもんな。あ普段歌ってるキーのイメージで歌っちゃうとその上がった時が単純に音がのグイッと上がるよっていうのじゃなくてなんかキーの中で使える音ハモリみたいな法則が、うん、あの変わっちゃ う, 変わっちゃう、ね、同じ法則でいけないからさよならみたいになっちゃう笑ってってなっちゃう出してしまうの昨日のことも消してしまうならもういいよ笑って意外といけそうになってる意外といけそうになってる怖い意外といけそうになってる怖い怖い分析もう腕まくっちゃうもんこれ好評だったら3でバカになるシリーズが他の今までの歌ってきた曲で起こるっていう地獄そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ笑って笑って1、2、3、4って数えながらそうそうやらないと分かんないね あでもだんだんできてきてだんだんみこうなんか来てますねアジャストしてるすごくない怖いね身もなくでただ街を見下ろしたちょっと待ってちょっと待ってただ街を見下ろしたちょっと待って老気去ってくもいいかバカになってる実は30ラッシュの後のサビが大変ですね。そうっすね。この語ってあたりからえげつないことになってんだ。3の倍数とか3がつく小説っていうのはもう考えてない。もう考えてない。もう歌詞で見てる。ここでこうみたいなぐらいの感じだわ。そりゃそうですよね。これができて一体何になるっていうのはまあ多い。一旦忘れていただくか。まあそうですよね。よし、じゃあやってみます。はい。さよならはあなたから言った。それなのに、ほう濡らしてしまうの。そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ。笑って。花束を抱えて歩いた意味もなくただ街を見下ろしたこうやって理想の不思議心を腐ってくもいいか空っぽでよそれでいつか深い青で満たしたのならどうだろうこんな風に悩めるのかな愛を歌ってても語って夜の胸へいがみ合って気に行かないないないな笑い合ってさよなら
無理だよ無理だよはい、お疲れ様でした。ちょっとゆっくりな曲でやりますよ、ね、無理でしたね。結論出ました。出ました。はい、ずっとバカになるでした上がるとこだけじゃなくて、だから戻ってこなきゃいけないんですよね。そうね、戻ってきた時もバカになってるんだね。そう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 、今回の結果はこれだいいと思いますこれはでも面白い実験でした。本当にお付き合いいただきありがとうございます。本当これができたからって何になるわけじゃない何になるのかわからんけどただでさえ難しいやつもさらにレベルアップ版みたいな感じでしたね。上げる必要のないレベルいつかリベンジできるようになったらいいですねありがとうございました。ありがとうございましたまた次の動画で、はい、お会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ ちなみに前髪がキューピーちゃんみたいな。キューちゃんで、あ、ほんとだスプレーしないから雨なんで。いいでしょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ Twitter アカウントの方もぜひフォローしてやってください。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまたアーニーフロックスのチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。